野武監督最新作。監督が今回世に放つ主人公はなんと引退した元ヤクザのジジイたち。事前に行われた試写会での若者からの支持率はなんと 80% 以上。2015年空前のジジイブーム到来。演じる俳優の平均年齢はなんと72歳。ジジイ集団がスクリーン狭しと大暴れする一大エンターテイメント。俺たちに明日なんかいらない、ジジイが最高スペシャル。雄三親分、元ヤクザのジジイがオレオレ詐欺に騙された。父さん、かつて鬼の雄三と恐れ慕われた時代はもはや過去のもの。現在は引退し、息子家族のもとで肩身の狭い思いで身を寄せている雄三。義理も人情もあらしねえ、まったく。龍平君のお父さんですか。そんなある日、オレオレ詐欺に引っかかったことをきっかけに、詐欺や悪徳商法で勢力を拡大させる元暴走族の景品連合と因縁めいた関係に。ジジイ、若い奴らに好き勝手はさせねえと昔の仲間たちを集め、今世直しに立ち上がる。若頭のマスラー、倍付け、はばかりの目視。恐れ入りますが、2000円電車賃として貸していただけませんでしょうか。神風の安、様ら顔向けができるのか、恥じよしれ。スペッキの一同、五寸釘の秀、入院したままですが、カミソリの高、狙った獲物は回るのがそれ、早打ちのマック。お一人ですって、お一人ですって。金なし先なし怖いものなし。龍三親分率いる一流会と景品連合の対立は、龍三や子分の家族までを巻き込んだ一大騒動へと発展する。メイン逮捕、気分爽快、世代を超えて楽しめる一大エンターテイメント、龍三と7人の子分たち。